皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。ガーデニングチャンネルの奥山茂です。このチャンネルは四季折々の花々のご紹介や庭作りを通して園芸やガーデニングの楽しさを皆様と分かち合っていこうというチャンネルです。今回は6月のガーデニングということで、ユーフォルビアドーム作りからイベリスの切り戻し、種まきのその後やマムの切り戻し、刺し目のその後などをご紹介していきます。よろしければ最後までご覧ください。今ガーデンではグリーンアイスがきれいに咲いています。このグリーンアイス、病害虫にも強いし清潔感があって私は好きです。ではユーフォルビアドーム作りから始めていきます。この映像は昨年の夏、ユーフォルビアダイヤモンドフロストで作ったユーフォルビアドームです。このダイヤモンドフロストをドーム仕立てにするとふんわりとして可愛いので、今年も作ります。用意したのは素焼きの浅鉢、熱海のローズガーデンで特売品で購入しました。直径はおよそ52センチぐらいです。こちらにネットに入れた鉢底石を入れまして、そして土は再生させた土をまずは入れていきます。この土はですね、ふるいにかけてみじんを取り除いて天日干しをしておいた土です。この土に再生剤を少し加えていきます。こんな感じですね。よく混ぜ合わせていきまして、そして元肥として環境性の化成肥料を加えていきます。なんかお料理番組みたいですね。昔私が小学生ぐらいだったと思うんですけれども、海外のテレビ番組を日本で放映してて、男性シェフがですね、聴衆の前で面白おかしく料理を作るっていう番組があって大好きだったんですよね。でその番組の影響でしばらく本気でシェフになろうと思っていたことがありました。ちょっと話がそれましたけども、ではユーフォルビアダイヤモンドフロスト植え付けていきますが、このユーフォルビアダイヤモンドフロストは、先ほどお見せいたしましたユーフォルビアドーム、昨年のユーフォルビアドームから12月頃に水差しをして発根させて鉢上げをして摘心をして、ようやく今回植え付けっていう形です。結構根っこがもう張ってくれていますね。ではこちらを植え付けていきます。今回は8株のユーフォルビアダイヤモンドフロストを使いました。成長していったら、何回か切り戻しを行ってふんわりドーム仕立てにしていきます。このような形で植え付けてみました。今はまだスカスカな状態ですが、これが成長していって梅雨を越えて夏頃にドーム状になったらいいなという願いを込めて、活力剤入りの水をあげていきます。今後の生育状況は随時皆様にご報告させていただきます。こちらは花壇のビオラたち、まだ元気に咲いてはいるんですけれども、この後ろにイベリスがあるんですね。このイベリスの切り戻しを行いますので、ビオラたちももう梅雨入りをしたので今日抜いてしまいます。抜く前に花びらを何輪か摘んでいきまして、毎年作っているんですが、ビオラの花で作るしおり作りをするためにビオラを何輪か摘んでいきます。このビオラたちも本当に長い間楽しませてくれました。種からですので、もう半年以上は楽しませてくれたので、感謝の気持ちも込めて花びらでしおりを作ります。
まあ、細かい作り方はですね、以前動画で上げているので、そちらをご覧いただければと思います。下記の概要欄にリンクを貼っておきます。電子レンジでチンするとこんな感じで簡単に押し花風になりますので、これを使って、ビオラのしおりを作っていきます。あとは100円ショップで購入した和紙と、家電量販店のラミネートコーナーにある手張りのラミフィルムを使ってこんな感じで仕上げています。だいたい1年経つと中のビオラの色があせてくるので、毎年作っています。手作りのしおりを持っているとなんかね、本を読みたくなってくるんですよね。よろしければ皆さんもぜひ作ってみてください。こちらダイソーで購入した白熊くんもいいアクセントになってくれていました。また別の場所で踊ってもらいます。まずはビオラを抜いていきましょう。梅雨に入っちゃいましたね。もう天気予報を見るとずっと雨か曇りです。なんか気持ちも沈んできますけれども、恵みの雨と捉えてなんとか乗り切っていきましょう。ちなみに皆さんはもう梅雨を迎える準備は整いましたでしょうか。私はまだ全然終わってなくてですね、今急ピッチで切り戻しなど行っているところです。さあ、このようにビオラを抜いてさっぱりさせました。ではイベリスの切り戻し行っていきます。だいたい草丈半分ぐらいのイメージで切り戻しをしていきます。あとは混み合っている枝があったら透かしていきます。切り戻しをした枝を使って多分刺し目もまだできると思います。私も1ヶ月弱ぐらい前に刺し目をしたんですけれども、もう少ししたら鉢上げを行っていこうかなと思っているところです。このような形で、まあ、大体半分ぐらいに切り戻しをしました。ではビオラを抜いた場所、この辺りの土壌改良もしておきます。腐葉土を少し加えまして、そしてすぐに植え付けられるような石灰を撒いて、そしてすき込んでいきます。しばらく寝かせた後にまた植え付けを行っていきます。種まきのその後お伝えします。こちらはですね、まあ、1ヶ月ぐらい前に種まきを行って今の状態がこちらです。千日紅と千日紅のストロベリーフィールド、順調に発芽しています。種まきは結構雑だったんですけれども、まあ千日紅は本当に強いですね。ちゃんと芽を出してくれまして、たくさんまいてしまったので、日々このように間引きを行っています。だいたい今一つのセルに2つ3つぐらい残っている状態なので、しばらくこの作業を続けて一つのセルに1つ残して、そしてもう少し成長したらポット上げを行っていきます。こちらは朝顔たちです。朝顔も順調に発芽してくれまして、今こういう状態です。中には目覚めなかったポットもあるんですが、ほぼ発芽してくれました。一つのポットに3つずつぐらい種をまいているので、千日紅同様に間引きを行っています。昨年はですね、朝顔を育てすぎてしまって、もういろんなところに絡まっちゃって、ひっちゃかめっちゃかになっちゃってですね結構大変だったんですね。なので今年は少数精鋭で行こうと思っています。こちらはルコウソウです。ルコウソウはなかなか芽が出なかったんですが、ようやく目覚めてくれました。昨年同様に
アーチ仕立てにしていく予定です。こちらは風船かずらと宝銭花、この辺りも結構しっかりと発芽してくれて日々間引きを行っているところです。この風船かずらはもう何代目か思い出せないくらい私の庭で命のリレーをしてくれています。こちらは宝銭花、今回種まきで初めて土ポットというアイテムを使ってみたんですが、この土ポットにまいた宝銭花めちゃくちゃ発芽率が良かったです。まあ宝銭花はもともと発芽しやすいんだろうと思うんですけれども、なかなか土ポットいいなというのが私の印象です。別に土ポット側から何かもらってるわけではないです。個人的な印象で非常に発芽率がいいなと思いました。でここからはですね、今一つ発芽率が悪いなっていうものの部類に入っていきます。まずは毛糸ですけれども、一つも芽が出ませんでした。セロシアはまあまあ出てるんですけども、あとジニアですね、ジニアがですね思ったほど芽が出てくれませんでした。夏場の主役にと思ってジニア結構種まいたんですけれども、多分ですね種の取り方からちょっと違っていたのかなという気がします。また勉強のし直しです。13株ぐらい芽が出てくれているので、なんとか花を咲かせたいと思います。セロシアは割と発芽してくれているので、この辺りも間引きを行っていきます。こちらはコキアとシソ、さらにはマリーゴールドと五色唐辛子です。ご覧のようにコキアがですね思いっきり徒長してるんですよね。まあ原因はいくつかあると思うんですけれども、まあ、このまま植えといてもうまく成長してくれないと思いますので、コキアは掘り上げて植え替えていきます。このマリーゴールドも3つしか芽が出ませんでした。まあこちらも種の取り方、そして巻き方などどっか違っていたんでしょうね。もう一回勉強し直します。五色唐辛子は割と発芽してくれていますので、随時間引きを行っていっていい株を残していきます。ちなみにシソも全然芽が出ませんでした。ただシソはですねこぼれ種でいろんなところから芽が出てるので、いい株を抜いて叱るべき場所に植え替えていく予定です。では徒長したコキアを何株か植え替えます。徒長の原因は一般的には日照不足だったり過湿だったり密植だったり風通しが悪かったりなんですが、まあ、どれも思い当たる節はあります。ただ今更ね後悔してもしょうがないですから、なんとかこの徒長したコキアを植え替えて元気になってもらいたいと思います。基本的にコキアは植え替えってあんまり良くないんですよね。直根性なので移植は嫌うんですが、まあ植えといても多分ダメだと思うので、ダメ元で植え替えてみます。徒長した苗には土寄せっていう対処方法があります。私以前株を育てた時にやっぱり苗が徒長しちゃったんですね。で、徒長した部分に土を寄せといたら、その後ちゃんと成長してくれたので、まあ、土寄せ的な方法で徒長してる部分はもう埋め込んじゃって、こんな感じで土を入れてみました。横から見るとこんな感じですね。徒長した部分は土に埋まるように植え付けていきます。3株植え付けてみました。
まあこの方法でうまく復活してくれるかどうかは分かりません。とりあえずこれで様子を見てみます。水をたっぷり与えて植え付け完了です。無事に育ってもらって、なんとか今年はコキアのホウキを作りたいです。こちらは庭に植えてあるポットマムのシャトー風車です。2年生ですね。1ヶ月半ぐらい前にここで摘心をしたら、脇芽が3本伸びてきてくれました。他の枝もだいたい同じ高さで摘心をしたところ、脇芽が2本から3本伸びてくれています。で、今回はもう少し脇芽を伸ばして枝数を増やしたいと思いますので、切り戻しを行っていきます。だいたいこのあたりですね。新しく伸びてくれた枝の10センチぐらい上でカットしていきます。そして他の枝も高さを合わせて全体的に切り戻していきます。だいたいこのような形で全体の草丈の2分の1ぐらいに切り戻しを行いました。開花はおそらく10月頃ですね。脇芽を伸ばしてたくさん花を咲かせてもらいたいと思います。ちなみにこちらはキキョウです。キキョウの開花は6月下旬から7月頃でしょうか。楽しみです。そして以前摘心をした枝で刺し芽をしていましたので、今日鉢上げを行っていきます。3本刺し芽をしまして、まあ、おそらくこの調子だと3本ともちゃんと発根しています。一方こちらはですね、ペチュニアなんですけども、なんかナメクジにかじられてる風ですね。ちょっとペチュニアはどうなるかまだわかりません。ではマムを鉢上げしていきます。さあではちょっとほじくっていきましょう。ちゃんと発根はしてると思うんですが、こんな感じ。しっかりと根を張ってくれているようです。刺し芽を行ってこのようにしっかりと発根してくれているところを見ると、やっぱり何回見ても嬉しいものですよね。ではこちらを植え付けていきます。刺し芽をしてからは基本的にもずっと日陰で管理をしていました。朝だけちょっと日が当たるような場所です。そして水を枯らさないように毎日水やりを行いました。3株ともしっかりと根を張ってくれているようです。ではこちらを植え付けていきます。これからの季節はアブラムシがつきやすいですからね。その辺も目を光らせていきます。最後にたっぷりと水やりを行って鉢上げ完了です。親株もさることながら、この刺し芽から育てた株たちも綺麗な風車をたくさん咲かせてもらいたいと思います。この後は少しずつ日に当てながら管理していきますが、向こう1週間太陽は出ないという予想になっています。困ったものです。恵みの雨ではありますが、早く梅雨は明けてほしいです。庭のジューンベリーが収穫の時期を迎えました。真っ赤に実った果実は甘酸っぱくてとても美味しいです。自然の恵みをいただきながら梅雨を乗り切ります。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。